皆さんこんばんは、ほなまるです。今日はですね、このリムー君の新しい新作を購入してきたので、こちらの開封をしていきたいと思います。で、これ今までにちょっとないというか、なんかだいたいポップマートのブラインドボックスってアソートで、全12種のプラスシークレットの13種類なんですけど、これはなんとノーマルが6個プラスシークレットのブラインドボックスで、ちょっと前に自分の誕生日プレゼントに友達からもらったブラインドボックスを開封するよっていう動画が上がったと思うんですけど、ポップマート商品のクリスマスのブラインドボックスを集めて1個の動画にしようと思っていて、で、それはクリスマスが近くなってからやろうかなと思ってたんですけど、たまたま行った原宿のアルタのロボショップに、なんて、オンラインだと金曜日発売で、店舗だと土曜日発売なんですけど、最近ロボショップに、その、金曜日にロボショップに入ることがあんまなかったんで、まあないだろうなと思って見に行ったらあって、オンラインで注文した後に見つけて、オンラインで購入した方はまとめた方にで開封しようかなと思って、とりあえずこの4つ先に手に入った方だけ開けようと思っていて、で、ただ私買ってから全7種だってことに気づいて、おっと待てよって、これ4つ買って、私オンラインで3つ買ってるのでも絶対被っちゃうじゃん、多分なんかそのままストレートでコンプってわけには絶対いかないと思うから、被る前提でとりあえず4つだけ購入してきたので、今日はこの4つを開封していきたいと思います。で、このケーキは去年購入して、クリスマスの時期にそれを実家に置いてあったので、ちょっとこれに乗せてね、写真撮ったりしたいなと思って、なのでちょっとこのケーキ邪魔ですけど、ここに置いたまま、開封をしていきたいと思います。で、4つあるからもうサクサク開けてこう。じゃあ開封していきましょう。狙いは、私の今回の狙いはサンタさんとこの雪の結晶っていうか雪だるまみたいなのがめちゃくちゃ欲しいけど、割と全部可愛いので全部欲しいです。これ光るらしいね。最近光るの多いよね。よし、じゃあ行きます。1個目、かわいい箱ちゃんあ、そうだ、これさ、中のさ、中の箱でさ、分かっちゃうシステムになってるの多分。行くぜよ、せーの、ドン。あ、この子ね。いや、この子可愛いなと思っていた。可愛い。可愛い。クリスマスエブリデイ。じゃん。レシピフォーワンダ。今回さ、これすげえと思ったのが、私さ、ポップマートの YouTube のチャンネルに、グローバルのチャンネルがあるんだけど、私それを、英語全くわかんないけど、見るの好きなのね。で、このクリスマスのグッズの紹介をしてる、めっちゃ3時間ぐらいある、グローバルの YouTube のチャンネル見ながら、ここ最近寝落ちしてて。いや、寝落ちをしてるから、全然、もう、何回見てもあれこんなのやってたっけってなるんだけど、これすげえって思ったのが、こうさ、中の下、なんか箱の中に、なんか、ポップマート開けてる人だったらわかると思うけど、こういう台紙が白い、だいたいこれ白いんだけど、普通は。
じゃなくて、こうやって外して、こうやって背景にできるよ、言うて。ね、ここにこうやって置いて写真撮れるんだよ、みたいなのやってたの。で、しかもなんだったらそのお姉さんは、ここにこうやって入れて、撮れるよ、みたいな。いや、こんなんかわいすぎるじゃん。だって、さ、だってこうしちゃったらさ、もうこれだけでさ、写真撮れるじゃん。ちょっときったね。きったね。ちょっと待って。びっくりしちゃった。え、すごくない？これ、あ、めっちゃ天才だよね。え、かわいい。なので、ちょっと、箱は1個置いといて、この中の台紙は取っておこうかなと思ってるから。え、めっちゃかわいい。1個にこんな時間使ってらんないのに紹介したくなっちまうよね。しかもこれなんか全部違うっぽい。とんでもないことをしてくれてるよね。じゃあ、2個目。え、1個なのに今、この秒数見たら8分26秒ってなってる。いくよ。もうちゃっちゃかけてこう。みんな頭抱えちゃうよ、こんな長い動画。あ、あ、あ、汚いんじゃねえか、これは。せーの。みんなちょっとこれわかる？光ってるの。いくよ。はあ、かわいい。え、かわいい。じゃん。とりあえずこのクマちゃんみたいなのが。あ、注意書きが入ってる。あ、やっぱ柄違うわ。これクマちゃんのやつはこれだわ。え、すごくない？よし、でもマジでサクサクいかないと。え、どっちが重い？いや、こっちの方が軽いから、こっち行くか。サンタさん欲しいのに。私サンタさん欲しいって言って、サンタさん当たったことないんだよな。いや、そういう怖いことは言わない。え？あ、行くよ。せーの、ほい。やった、いいえ。嬉しい、嬉しい。私この子が一番欲しくて。私このさ、目が釣り上がってる感じのディム君割と好きなの。このいつもの垂れてる目の感じも好きなんだけど、この顔すごい好きでさ、もう絶対サンタさん欲しいと思ってた。めっちゃ可愛い。じゃーん。めっちゃ嬉しい。わあ、嬉しい。最高なんですけど。かわいい。ユッキー、ちょっとこれ、後で写真撮ろう。ああ、よかった。よし、本日ラスト。これめっちゃ重いし、いいんだよね。ちょっと、ラストです。行きましょう。ねえですけど、あ、これだ。あ、やった。
やったやった。わ、嬉しい。いきます。じゃーん。いや、これ欲しかった、これ欲しかった。めっちゃ可愛い。あ、これ説明書がかかる。メリークリスマスって文字か、数字がめっちゃ入ってて、ここに入れられるよーみたいな感じになってるけど、ここに数字を入れるのって何？なんかあの、2024とか23とかってことができるよって。いや、それは メリークリスマスだろう。そんなの、当たり前に。え、でもこの数字のやつは、こんな感じで入ってんの。あ、私絶対こんなの隠すから、このまま、ちょっと、しまって、ここ。で、この中に、じゃん。じゃん。じゃん。え、かわいい。これだけすげえパンパンだったし、すっごい重かったんだよな。いや、これとサンタさん狙いだったから、私はもうとても嬉しい。メリークリスマス。かわいい。このさ、中の大天才すぎない？私これスカルパンダさんで欲しいんだけど。メリークリスマス。はい、というわけで今回リムーくんの新作レターズフロームスノーマンシリーズの開封をしました。いや、狙いが2つも出てくれて本当にありがたい。で、残すはトナカイとキツネみたいな子、スノーボールか、あの雪だるまの子だと、シークレットって感じなんだけど、まあ、シークレットは絶対出ないから、とりあえず、あとの残す二つが手に入ったらいいんだけど、多分、今日曜日で、火曜日に届くと思うんだよね。それに、キツネの、あの、スノーマンのやつと、トナカイが入ってくれてたら、コンプ、ノーマルコンプなので。お願いします、本当に。でも、サンタさんめっちゃ出たの嬉しい。初めてサンタさん出た。このクリスマス系の開封で、マジ去年ズタボロだったので、あの去年のズタボロ見たい人はぜひ去年の動画見てみて、あまりにもひどいから。ていうかさ、昨日そのこれのさ動画を撮りたいのもそうだし、あの何クリスマス系の開封をするのにあたって、なんかクリスマス系のグッズが欲しいと思って100均行ったの、セリアに。そしたらさ、今さこの後ろに置いてあるんだけど、これ光ってんの分かる？みんなこの光るリボンとか売ってんの今。なんか300円ぐらいしたけど、で光るのよ。やばくない？ライトあるじゃない、あれも可愛いなと思ったんだけど、このリボンなんかもこんなに置いて写真ペッて撮ったら絶対映えると思って買っちゃった。こういう小さい積み重ねが無駄遣いなんだけど、まあいいよね。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。 SNS のフォローよろしくお願いいたします。で、今登録者数が450人突破してるはずなので、まあ、このままね、まあ、年内ちょっと500人無理そうなので、できれば460ぐらいは行きたいなぁと思ってるので、ぜひまだチャンネル登録してないよって方はチャンネル登録していただけると本当にありがたいので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで、バイバーイ。